h r ズスペクトル型イッソティータウリ型星、ヘルビヒアエ、B 型星褐色 Y 星、純褐色 Y 星白色 Y 星赤色 Y 星、純矮 Y 星 B 種系列星 OBAFGK、準巨星巨星,巨星バリウム星赤色巨星青色巨星、輝き巨星超巨星赤色超巨星、LBVWR 型星極超巨星絶対、等級 B 型種系列星は、スペクトル型が、 B 高度階級が V の核で水素の核融合反応を起こしている主系列性である。太陽の2倍から16倍の質量を持ち、表面温度は1万 K から3万 K の間である。B 型星は非常に明るく青い色をしている。スペクトル中には中性のヘリウムの特徴が見られ、その特徴は B2 型で最も強くなる。B 型主系列性は 稀な存在で、主系列性全体に占める割合は0.1%程度に過ぎないと考えられている。アルゴル A、シシザのレグルスの主性、エリーダヌス座のアケルナルの主性が、この分類である。竜骨座の中にある竜骨座イプシロン性は、B 型主系列性を伴った二重性である。B 型という分類は、構成のスペクトルのハーバード分類において、 導入さされれたたもののでであり構成製表の中で公表された当時の B 型母子の定義は、スペクトル中に電離していないヘリウムのスペクトル線が存在し、スペクトルの青から紫の部分に一回電離のヘリウムの特徴が見られないというものであった。B 型を含め、すべてのスペクトル型はさらに数字を用いて細分化され、その数字はスペクトル型の中でどれだけ次の方に、 近いかによって決めされる。例えば B2 型は B 型から見て A 型へ1、5だけ進んだところに位置することを意味する。しかし、後の高精度な観測で取得されたスペクトルでは B0 型の構成でも電離したヘリウムのスペクトル線が見られることが分かった。同様に A0 型の構成も電離していないヘリウムの弱い線が見られる。後の構成の分類では 構成のスペクトル分類は特定の波長での吸収線の強度やあるいは異なるスペクトル線の強度の比を用いて定義されることとなった。現在広く用いられている MK 分類では B0 型は439ナノメートルの波長でのスペクトル線が420ナノメートルの線よりも強いものとなっている。水素線のバルマー系列の特徴は B 型の後期になるほど 強くなり、A2 型でもとも強くなる。電離したケースのスペクトル線は、B 型母子の細分を決定するのに用いられており、一方で、マグネシウムのスペクトル線は、温度の階級を識別するのに用いられている。B 型母子はコロナを持たず、大気外層部に、大流層を持たない。また、 太陽のような小さい恒星と比べて大きな質量放出率を持ち、その恒星風の速度はおよそ秒速 3000km に達する。B 型四系列性内部でのエネルギー生成は、熱核融合反応の一種である区のサイクルがになっている。区のサイクルの反応率は温度に非常に敏感で、高温であるほど反応率が急激に上昇するため、エネルギー生成は、 恒星の中心部分に極めて集中している。その結果として恒星の核に対流層が発達する。このため核融合の燃料となる水素と核融合の副産物であるヘリウムが定常的に混合される。多くの B 型星は高速な自転をしており、赤道部での自転速度はおよそ秒速 200km に達する。 BE 星として知られるスペクトル型の天体は、質量が大きいが長距離ではない天体のうち、スペクトル中にバルマー系列の基線を一つ以上持っているか、あるいはいずれかの段階で持っていたものである。水素に関連した電磁放射のスペクトル系列を示す、科学的に特に興味深い構成である。BE 星は、一般的に異常に強い構成風。 高い表面温度、極めて高速な時点に伴う、高性質量の大きな減少といった特徴を示すと考えられており、これらの特徴はすべて多くの他の主系列性の型とは対照的なものである。用語の区別は非常に曖昧なものであるが、B、E 星星として知られるスペクトル型の天体は、B、E 星とは異なるものである。B、E 星は異なる。 中性の原子もしくは低回電離の元素の基線を持っており、これらは金星線と呼ばれる、通常は線位が禁止されている波長での放射を行う。言い換えれば、これらの特徴的な構成の放射は、量子力規格の一時の接動論のもとでは通常、禁止されている繊維を行っているということになる。金星線であることを明示する場合、各括弧もしくは括弧が用いられる。 B, E 星の定義の中には、通常の主系列性の大きさを超えた、青色巨星と、青色超巨星となるのに、十分な大きさのものも含めることができる。ハロールドレスター・ジョンソンとウィリアム・ウィルソンのオーガンによる1953年の改定されたスペクトル分類では、B 型 Y 星の標準性として、多くの構成が、リストアップされたが、これらのすべてが、 現在までスペクトルの標準性として生き残っているわけではない。B 型種系列性の中で現在主に使われている MK 分類の固定点として使われているもの、すなわち少なくとも1940年代から現在まで変わらず標準性として使用され続けている構成にはオリオンザウプシロン性、魚舎イタ性、オグマイタがある。これらの基準性の他に モーガンとキーナンによる1973年の MK 分類についての重要なレビュー論文では、ダガースタンダードとして標準性が挙げられている。この時に挙げられた標準星は、サソリザタウ星、サソリザオメガ星、オリオンザ42番星、サソリザ22番星、魚ャザロウ星、オウシザ18番星である。 1978年のモーガンらによる改定された分類では、さらにサソリザベータ製、ペルセウスザ29番製、HD36936、HD21071 が標準製として加えられた。1994年には、ロザオメガ製 A と HR2328 が BQ ボルトの標準製として加えられた。 B4V の標準性として公表されているのは、シシザ90番星のみである。また、B6V の標準性については、文献中に合意がほとんど見られない。スペクトル型が、B0 から B3 までの B 型星の一部は、電離していない、ヘリウムの異常に強いスペクトル線を持つ。これらの科学的な特異性は、強ヘリウム星と呼ばれる。これらの天体はしばしば、 高級で強い磁場を持つ。これとは対照的に弱いヘリウム線と強い水素のスペクトルを持つ弱ヘリウム性も存在する。その他の B 型の科学特異性としては、スペクトル型が B7 から B9 の水銀、マンガン性がある。さらに、前述の BE 性は、水素の顕著な気線をスペクトル中に持っている。 B 型星を含む非常に高温な恒星では、太陽系外惑星の発見報告は、極めて少ない。これは重く高温な恒星ほど数が少なく、また惑星を探査するための観測が行いづらい、ことによる、観測バイアスの影響が大きい。また大質量の恒星は、進化が早く、その周囲で惑星が形成されるかどうかの理論的。 観測的な研究も進んでいない。2017年時点では、トランジットをする、境外惑星は、A 型星の周りでも6個しか知られておらず、さらに高温な O 型星、B 型星周りでのトランジット惑星の、発見報告は一つも存在しなかった。2017年に、ケルト9を交点する惑星ケルト9、B がトランジット法により発見されたが、 主星のケルトマイナス9のスペクトル型は A 型と B 型の境界に位置する A0V もしくは B9.5V であり B9.5V であった場合はトランジット惑星としては初めて B 型星の周囲に発見された惑星となる。なお、NASA による系外惑星のデータベースである NASA エクソプラネットアーカイブのデータでは2020年2月の時点で B 型星周りの形外惑星もしくは、褐色矮星は、ケルトマイナス 9B を含めて8個が掲載されており、主に直接撮像や惑星による、中心星の高度変化から発見されている。2011年に直接撮像によって発見が、報告された、ヒップ 78530B は、b 9ト星であるヒップ78530を公転しているが、 質量は23から28木星質量程度と推定されており、褐色矮星である可能性が高い。2012年に同じく直接殺像で発見が報告されたアンドロメダザカッパ星 B は主星が B 型星であるが、この星の高度階級は4であり、主系列星ではなく、準拠星である。また、アンドロメダザカッパ星 B の質量も重く、 褐色矮星である可能性が高いと考えられる。その他にはケプラー70の周りにも惑星が発見されているが、この構成も主系列星ではなく B 型純矮星である。純矮星周りの境外惑星は周囲惑星が交点することによる主星の高度変化を捉える手法や、 主星の脈動周期が惑星の公点運動によって変動して観測される様子を捉えることによって検出されている。この論文では従来の標準性と改定された新しい標準性を区別するため後者にをつけており、これをダガ,ガースタンダードと呼んでいる。ありがとうございます。